お、あれやな。あ、出てきた。おお。来た来た来た。有田美濃島漁港。この間は太刀魚大漁。むちゃむちゃ大漁。果たして今日はどうか。10月15日。有田美濃島では明日祭りでございます。さあ、太刀魚はどうだ。20、25分。あららら、あら、なんか様子がおかしいぞ。こないだな、もうこの時間だったらな、ずらーっと向こうまで太刀魚が並んどったはずなんだ。それからまあ、なんか1日が経ってない。それから1日、今日はいただけだ。にもかかわらず、今日は様子がおかしいぞ。ないぞ、なんかおかしいぞ。ほら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 、ないぞこりゃ。ほら、ゴリさんの嫁さん。え、そうか、若いね。ゴリさんの嫁さん若いね。美人やで。え、美女と美女とゴリラ。ほんまやなってたな。タグムネのな、 YouTube のファンの方が来てくれてな、ウメイロっていう魚をな持ってきてくれたんだ。でその方がな、あの若い女性は誰ですか、いやゴリさんの奥さんだよって言った。ひやーと、こんなに若くて美人の方を奥さんにしてってびっくりしておったぞ。そらそうだろう、美女とゴリラなんだから。ごめんゴリさん。どうやら、どななっちゃうの太刀魚、お前どこ行ったことんだら。宅宗、今日は浜弁漁師言葉でしゃべります。どうやらお前、一日間空いてやれ、おとついましだったのにたっちょりいっぱいだったのによ。今日は大きいたら何やか、タッチョが一個もないやか、みんな空っぽやに。どこいてもだ、この海で。別にやれ、欧州でもないんや以上。ちっちゃい潮やんか。そんなにどこの行くんかいな、お前。どこいてもだんよ、逃げてもて。どこ行ったんかいな、大阪湾に入ってしもたんかな、タッチョお前。ほんまに今日は一匹って捕まえたらなんと思ったの、お前、今日はお前。一個もタッチョないやないか、お前。哀れやないから、どうよ今日はっていう感じでございます。まあ、浜の漁師だったら今の言葉は普通に流暢に聞こえるかと思いますが、世間から見たら、宅もね、なんちゅう言葉で喋っとるんだという感じ。これが有田の漁師言葉でございます。本当にな、今日はね、哀れよ、太刀魚がね、あんなにいっぱいあったのに。今日はまあこう90隻ぐらいの底引きが出ても本当に太刀魚がなかったそうでございます。朝から空っぽ、ずっと空っぽ。これはどうな、毎年ね、この秋の太刀魚バーンといっぱい出てきても、いっぱいあってもちょっと潮が変わったらどっか行ってしまうね。どこ行ったんかな、徳島の方どうですか。徳島の方に太刀魚逃げてませんか。こっち帰ってくるように言ってくださいね。淡路の漁師の方、大阪湾へ太刀魚行ってまへんか。どうですか、淡路で取れたら教えてくださいね。紀伊水道には太刀魚がありませんでしたよっていうぐらい。どこ行っちまったんだろうな、本当に。あ、思うこと全部つけたやつか。2枚もやったん。まあ、怖いな。値段上がってね。さあ、ハマチ。1万5000。池ばっかりとか。こっちが太刀魚。
これは？あの大目白。白浜だよ。これイギちゃん？何匹？一匹？お、あれやな。あ、出てきた。おお。東京やったら5万円。マジで。美味しかった。この間これプラチナファーマーズになった伊藤道夫さん。おお。あったあった。これやって。やってください。プラチナなんとかとか書いてないか？認定みかんとか書いてない？何も書いてない。さあ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。みかんでございます。みかんの季節でございます。浜の打たせの打たせの黄色はみかんの色でございます。和歌山の底引きの船はみかん色、黄色っていう風に決まっております。で、今日はタクムネの頭も一部黄色にしてみました。タクムネみかん、みかんはうまいぞ。有田のみかんがな、うまいって言ったらの、ちょっとよそのもんに喧嘩売られての田辺のもんじゃ。田辺市のやつが来ての、田辺のみかんもうまいやんしょ、いっぺこれ食ってみなよちてね。今日は田辺のみかんもいただいた。有田対田辺だ。っていうことはな、和歌山のみかんはどこでも美味しかったと、たくむねは思った。うまいわ、うまい。でな、浜の打たせなんだけどな、たくむねそろそろ嫁さんから命令が受け取ってな、おい、足赤エビ買い占めてこいとか言われてな、正月用のエビをな、足赤エビ今からコツ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 貯めるわけだ。で、冷凍するんだけどな、エビはタッパーにな、水を入れてな、その中にエビを浮かべて冷凍するわけ。そしたらな、何ヶ月も持つからな、今から買いだめ。正月前に買ったら高いからな。高いよ。だからもう今から買うのがおすすめだ。で、今日は来たんだけどな、足赤エビがなかったの。おそらくな、漁師さんが並べたらすぐ売れたんだろうな。夕方行ったら足赤は見当たらなんだと。今からどんどんとちょっとずつ足赤食べるぞ。なかなか面白いことをするやないの。あのな、たくむねの YouTube 見てくれとる方がな、持ってきてくれたちいちゃなメロンパンだって。そしてな、バナナのパンだ。そしてみかん、田辺のみかんだ。田辺市もな、みかんたくさん作っとると。有田のみかんには負けんぞっていうことでな、持ってきた。喧嘩売られたな。ほほほほ。カップルでな、片一方は有田出身、片一方は田辺出身でな、いつも喧嘩するらしいぞ。どっちのみかんが美味しいかとか言ってな、たくむねが吟味してやろう。うまいぞ田辺。何を食べたかったんですか？どうしても生しらすのお口になっちゃったんで。どうしても生しらすのお口になっちゃったんで。来たんですけど、なくて、今の浜の打たせに行ってたのを、車の中で食べました。生しらすだけ買うて、醤油も買うて。この後また昼ご飯行くんやけどね。昼ご飯行くに生しらす。そうよ、今日どうしても、ね、どうしてももうご飯も上かけんと思う、生しらすだけ。その時決めたらね、もう達成しやんと嫌なんよ。おうおう、分かる。もうね、あかん、もうやりたいことはやりたい、食べたいもん食べたい。確かにな、生しらすな、美味しかった。お満腹さんでございました。満腹さんです。これね、梅色っていう魚なんよ。梅色、梅色、梅色。うん、食べてみろな。タイじゃん。じゃあいい色やな、これ。白身やろ、これ。うん、うん、うまいな。うん、なんか柔らかいな。うん、なんて説明したらいいかな。うん、あんなに柔らかくてうまい。
柔らかいし、油あって、うん、なんかのトロ食べてるみたい。うん、カンパチみたいな。めっちゃ食べるやん、ババ。うまいな。身質が油多い、やらこい。食べた感じは地雷みたいな感じの柔らかさ。なんとも説明できんのこれ、うん、食べたことない味やなこれ。ゆうくん初めて。うまいかこれ。うまい。うまいゆうくん。うん、お前がうまいって言うたらうまいやわな。お前うまいしか食べへんもんな。うん、うまいか。うん、すごいじゃんお前。はいや、はいや、今日もゆくゆく暴れん坊たくむね。はいや、登録よろしく。バンボー、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 暴れん坊たくむね。